藤井美晴の人生片道切符。この放送は乗り鉄声優藤井美晴の鉄道の旅を中心にお届けします。皆さんこんにちは。乗り鉄18切符の旅が大好きな藤井美晴です。よろしくお願いします。こちらの放送はですね、2002年からスタートした列車の旅日記に音声を入れて動画の形に再編集したリニューアルバージョンの列車の旅日記をお届けします。鉄道好きはもちろんですが、国内旅行や温泉が好きな方、列車で一人旅に行きたい方、観光地の写真を見るのが好きという方もどんどんコメントや DM ください。お待ちしております。さて、2011年夏、青春18切符3回目は烏山線と日光線になります。宇都宮駅から左右に出ている盲腸線、終点まで行ったら戻ってくるしかない枝線です。日光といえば東武線の特急しかないって思い込んでたんですが、路線図を見たら JR でも行けるようです。それもかなり駅が近いです。実際に現地はどうなっているのか見に行ってきました。2011年夏、青春18切符日帰りの旅第16弾、烏山線日光線の旅スタートです。2011年8月20日、今回は列車トラブルもなく池袋から埼京線、赤羽から東北本線で宇都宮へ。烏山線の時間まで宇都宮駅を散策していたら、レモン牛乳のお土産がさらに種類が増えていました。烏山線に乗車。まず列車がレトロでとてもいい感じです。ただ2両編成なのにどうして色が違うのかと思ったら、こちらの色、烏山線開業88周年記念、国鉄時代の色だったようです。烏山線は東北本線宝石寺から烏山まで8駅20.4 キロのとても短い路線。宝石寺駅と大金駅は宝を積む大金で縁起がいいと言われ、宝石寺駅を除いた7駅にそれぞれ七福神を割り当てています。烏山駅に到着。早速駅周辺散策です。とは言っても駅周辺にはこれといったものはなく、烏山線開業88周年の記念入場券の在庫がまだあったので即購入。来週ならトロッコ列車の風っ子烏山号が走ったようです。事前に何も調べてなかったのでちょっぴり残念ですが、限定4000セットの切符を買えたので満足です。乗ってきた列車に乗って U ターン、再び宇都宮駅へ。日光線の時間まで小腹を満たすためいちごの和菓子を購入したのですが、私にはすごく甘くて大失敗。紙コップのコーヒーの自販機がなく、とりあえず手持ちの水で我慢です。日光線の乗り場は案内板から西洋レトロ風。どうやら2009年3月から日光線開業120周年記念で駅から列車まで西洋風レトロ調に整えられたようです。時刻表を見て驚きましたが、日光線は7駅で 40.5 キロ、片道43分かかります。路線図を見ると本当に短い盲腸線ですが、通勤通学の利用者も多いようです。列車が到着。思わずため息つくほどの私好みのレトロ調、とても素敵です。
各駅を眺めながら日光に向かいます。日光駅に到着。駅中も落ち着いた感じに統一されています。ちょっと面白いのがこれ、駅で泣き竜の真似事ができますよ。駅を出るとまるで別世界でした。日光ステーションホテル、こちらも素敵すぎです。ふと右手を見てみたら東武日光駅、300メートルと離れていないところにあり、近すぎて驚きました。この後は2、30年ぶりに東照宮へ向かいます。世界遺産循環バスを JR 日光駅で乗り、5人ほどのお客様を乗せ、東武日光駅でバス満員。 JR からの方が間違いなくいいみたいです。表参道でバスを降りて絶句。平成大修理中でした。輪王寺、松陽園、江戸時代初期の回遊式庭園。春はシャクナゲ、ツツジ、サツキ、また秋の紅葉と四季を通じて様々な風情が楽しめます。ここからは共通拝観券を購入。三仏堂ですが、最近の修理中の見せ方はすごいですね。壁画です。足場の囲いに描かれている三仏堂、感心する反面呆れる部分も。この足場に展望フロアを作り、有料で天空回廊なるコースもありました。東照宮、一の鳥居を抜け五重の塔へ。表門、左右に仁王像が安置されているところから仁王門とも呼ばれています。三神庫、神厩舎三猿。神厩舎は御神馬をつなぐ馬や、見猿、言わ猿、聞か猿の三猿はここになります。陽明門、日本を代表する最も美しい門。いつまで見ていても見飽きないところから日暮れの門とも呼ばれ、故事逸話や子供の遊び、聖人賢人など500以上の彫刻が施されています。その後は薬師堂で泣き竜の声を聞き、日光二荒山神社へ。気づけば残り時間が怪しくなってきたので急ぎ足で見学です。最後に太遊院へ。太遊院とは徳川三代将軍家光公の廟所。廟所まで6つの門をくぐり階段を上っていくので天上界への道と言われています。高架門、この門の先に家光公のお墓があります。ここで意外なお客様、皆さん何を見ているのだろうと目線の先を見てみると鹿がいました。この辺りにも生息しているんですね。バスに乗り込み、東武日光駅前で下車。湯葉料理が食べたくて駅前の朝日屋食堂さんへ。湯葉卵丼です。思っていたよりゆっくり食べることができたので満足。日光ステーションホテルで湯葉懐石食べてみたいなと思いつつ、 JR 日光駅へ。15時20分発の列車で宇都宮駅へ。宇都宮から湘南新宿ラインで池袋へ戻ります。
はい、2011年夏青春18切符日帰りの旅第16弾烏山線日光線の旅いかがでしたでしょうか。まず2020年の今現在、烏山線も日光線もこの日乗車した車両にはもう会えません。まず烏山線のキハ40型は2017年3月に全車両蓄電蓄動車アキュムに入れ替え、日光線も107系の電車は2013年3月で運行終了、205系に変わっています。どちらの路線も車両が変わっていたとは驚きです。でもハイブリッド化していくのは必要なこと、大切な思い出として写真を残せました。さて次回2011年夏青春18切符4回目は相模線、青梅線、南武線になります。近場ばかりの乗りつぶしの旅、どんな発見があるのでしょうか。藤井美晴の人生片道切符、また次回の放送でお会いしましょう。